それでは皆さんこんこにちは、えー、いよいよあの大詰めの時間がやってきましたが朝10時から会場におられる方どれららいいいっしゃいますか。水分補給お,お昼、ちゃんと食べてくださいましたよね熱心に効きすぎていて食べそびれたり飲みそびれたりすることがないようによろしくお願いします。 それではこれからがん疼痛治療,治療科の最前線ということで、がん研有明病院のがん性疼痛診療科の部長であります、服部先生にお話をお伺いしたいと思います。先生のご略歴等は参考資料の方にありますので、それをご参照いただければと思います。では先生どうぞよろししくお願いします皆さんこんこにちは 病院頭痛治療科の服部と言います、まあ、あまりね聞き覚えのないような名前かと思うんですけれどもがんの痛みを専門的にとっていこうということで、えー、私ががん研有明病院の中に作った科になりますで最初にちょっとだけですねどういう病院で僕が働いているかという背景を知ってもらう意味でちょっとだけがん研有明病院の紹介をさせてもらいます実はあのがん研有明病院がん研究会というのは1908年に、えー、日本に誕生しています それからですね戦争、震災いろんなのを乗り越えて2005年に今の有明のところに病院が建ちました、まあ、すごい綺麗なんでね病院ですけれどもで現在、700ベッドですね入院できる患者は700名いらっしゃいましてだいたい1年間に8000件から9000件の手術が行われております。 でそこには緩和ケアセンターと、と、まあ、いろんなセンター、消化器病センターとかいろいろあるんですけれども、緩和ケアセンターという組織がありまして、そこには緩和治療を行う緩和治療家や腫瘍精神科、そして痛みを取る癌ん頭痛治療科などの専門家がこの中に入っております。で今日皆さんに知ってほしいこと、いくつか挙げさせていただきました。それはですね、がんの痛みを我慢しないということが一つですね。それと医療用マイクに対して、 まあ拒否感というかですね恐怖感があるというのがありますのでその誤解を解いてもらいたいことそして緩和ケアに対する誤解も解いていただきたい、まあ、緩和ケアという言葉だけで、えー、何か人生の最後のケアをしてもらうというようなイメージを持たれている人も多いかと思うんですけどそういう誤解を解いてもらうということを目標にしたいと思いますさてじゃあまず痛みについてお話ししたいと思いますねがになったららどのくらいのくい人が 痛みを実際に感じるのかというと実ははっきりした調査データというのは世界を見てもあまりありませんしかしいくつかですねピックアップしていますとガンの治療を受けている患者さんのだいたい3人に一人の方は痛みを経験していると いうふうふに言われておりますそしてまあがんの末期というかですねがんが進行していったときには6割から9割の人が痛みを抱えているもしくは痛みを経験するという調査結果というのがあります。つまりがんになりますと痛みというものがついてもあるこれが人にかなり恐怖を与えているのも事実であります。でじゃあがんの痛みっていうのは具体的に何があるのか。 というと実は当然内臓からくる痛みとか転移をしてですね骨に転移して出てくる痛みとかあとは神経を巻き込んだりしてですねビリビリジンジンするような痛みですねでまた治療に伴う痛み手術をしたり放射線治療化学療法なんかをするとやっぱりその副作用というですね合併症で時々痛みが出たりすることもあります。 そして自分ががんであるということを聞いたことによる精神的な苦痛まあこれも痛みの一つになります。これここれうういい痛痛痛みみみみがががなな複雑にに絡み合ってるるのがこのがんの痛みになるんですねで、えー、まあ具体的な痛みまあ身体的な痛みっていうんですかねそれはどれぐらいの患者さんが実際に持っているのかというのを調査した厚生労働省研究班の結果があります。 ちょっと古いんですけれども2004年ぐらいにですね調査した結果ですけれども全国日本全国規模です大体末期の方々ということで言いますと7割の方は痛みを感じているとそれはがんセンターやまあ僕うちのがん研病院とかみたいながん専門病院大学病院がんの診療施設ですねあと機能評価の認定病院こういうのとんと。 その病院の種類にかかわらず大体7割ぐらいの方が痛みを感じていると痛みを経験するという結果が出ているわけですじゃあこのがんの痛みというのを我慢すべきなのかどうか当然我慢すべきではないんですねでがんの痛みというか痛みというのを我慢すべきかどうかというのを一般の方々に聞いた調査結果がありますこれは実はがんの痛みの調査ではないんですけれども 慢慢性性的な痛み慢性痛みですね皆さんの中にも腰痛を抱えている人関節痛を抱えている人いっぱいいらっしゃると思いますけれどもそういう方々に痛みがあってもある程度我慢するべきだと思いますかと日本人に聞くと7割の方がこれはまあ東京都全国平均に一緒ですけれども7割の方が痛みは我慢すするべきだというふうふに回答しています皆さんどうでしょう 痛みがあってもある程度我慢するべきだと思う方手を挙げますかやっぱり思いますよねでこれはですね実は日本人ででであるるる皆さんんが特特徴徴すすすね痛みをを我慢するといいう特徴を持っているんです、えー、それはなぜかもちろん、えー、年齢によって差は多少あるかもしれないですけれど皆さんこういう言葉聞いたことないですかねこの「欲しがりません勝つまでは」という標語。 聞いたこととあある人、ほとんどありますね。実際のこの標語を見たことがある人というのは,これは戦時中の方々です。で、えー、戦後はですね戦後の言葉ではないんですねこれ戦時中の言葉です。つまりとにかく我慢するんだということがずっとあの不幸な戦争時代にあったわけですね。ところが、その あと脈々とお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんを通じて孫今孫の世代ですねひ孫の世代まで入ってきているかもしれないですけれどもまでがこの「欲しがりません勝つまでは」というスローガンを日本人はまあ身についてるんですね。つまり我慢すするとということの美学ですえ今の首相安倍さんがですね民主党に政権を取られてた頃。 この方が掲げてたスローガンがなんと欲しがりません勝つまではですからねつまりここ数年前ですけれども数年前までこういうスローガンってのは使われているわけですでえじゃあ本当に我慢が美学かじゃあ世界ではどうなのかというと皆さん子供や孫が転んだ時にこういうこと言ったことないですか我慢しなさいとか男の子でしょう泣いちゃダメもしくは なかなかったらよく我慢したね偉いよと。なんかそんなことこんなことしたことあるなあと思う方。いますよね。これですね。普通のことでしょう、日本では。海外から見ると異常に見えるんですね。日本人の子供はなんで転んだ後にピタッと。うつ伏せたままぐっと痛みをこらえて。起き上がるのか。不思議なんですね。海外ではすぐ泣くんですよ。 でそれは我慢するとということが褒めらられれるからなんですねでそれが日本人皆さんの中にはこびりついているというかです、ね、もうスタイルになっちゃっているんです。なぜかというと僕がアメリカにいた時に検査で注射される時もしくは採血される時です、ね、微動だに表情を変えないのは日本から来た日本人だけです。日本の駐在員ね。なんであんな針が刺さるのに眉毛1つ動かさないのか。 日本人はって思うぐらい、まあ、みんながみんなじゃないですよ。でもそういうこう自分は痛くない、強いんだということを我慢しているということが美学なんですね。ちなみにこれ日本人だからというわけじゃないんです。日系人はものすごく痛がります。つまり日本で教育を受けた方々がやはりそういう我慢をするという美学を持ってるんですね。でも実はこれが癌の痛みを我慢するということにつながってしまって、逆に不幸な結果になってしまうことになります。 アメリカでは採血する時にですね細い針で針を刺すところを痛み止めしてから採血したりするんですねそれぐらい痛みに関して敏感だけども献血する時にあのぶっとい針をですねブスッと刺されても何にも表情を変えないのは日本で育った日本人だけと思ってくださいでじゃあがんの痛みを我慢しようとし,していませんかというふうに患者さんに聞きます そうすするるととじゃあ我慢すると何がいけないのかというふうに返ってくることがあるんですね。だってですよ痛みを我慢することでがんと闘っている気がするもんと結構臨床の現場で聞くことがあります。これ間違いですね。間違いとはっきり言っていいと思います。これ全くの間違いです。痛みを我慢したからがんが治るのかって言うと全くそんな根拠はないですね。 ただ自分が我慢しているということできっとガンと戦っているんだと思っているだけであって全然癌と戦っているわけではないですで、痛みを止めたらガンの進行がわからなくならないかとなりますねこれも間違いですね今癌の進行度とかはですね全部画像とか検査で調べますしかもガンが進行してくるから どん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 痛みが強くなるというわけでもないし痛みが全くないまま進行することもあります逆に進行してなくても痛みだけ強くなることもあるんですですから痛みでがんの進行度チェックするということは今はもうする時代ではないんですねで、痛み止めを使うのは最後の手段だと聞いたしとうです、ね、これも大きな間違いです今は痛みを取りながら体力を維持して 次から次へと出てくる新しい治療法これを自分ができるようにするための体力を維持するということが非常に重要になってくるんですがんの痛みをぐっと我慢して食べずにですね、体力を消耗していってどうするんですかということなんですね、まあ、想像してみてほしいんですねこれら痛みがんの痛みというのをただ我慢していたら眠れますか痛い人が痛くて眠れないですよね食欲だって。 ななななくなりますす散歩にに行こうとか動こうといううととか動いい気はらですねでしかも人間関係家族と楽しく話したりもできないもうもう八つ当たりして物を投げちゃったりすることもあるかもしれないでそれでまた自己嫌悪に陥る決していいことは何もないんですがあの痛みを我慢してもですねでそれをちょっと具体的に見てみると動かず眠らず食べずに、まあ、気分的に抑うつ状態になると体は弱って免疫力も低下します。 にににに限らずずずず想像しててくださいいいね寝ずに動かずに食べずにいれば人は生きていけませんましてやがんであればそういうことを避けなきゃいけないで今進歩しているがんの治療を継続するためには体力をしっかり維持するということも大事になりますまた不幸にしてその治療自体ができないといっても治療したらができないといってもその時その人は生きてるんです その状態をずっと維持するということは大事なんですねですから体力をしっかり保っておくということが大事になりますせっかく我々医療者家族が何とかしてあげたいと思っても痛みをずっと我慢している人を見てるともう誰も何もできなくなってしまうんですねまあ、そういうふうにならないように癌の痛みというのは我慢しないでほしいですねえしっかり痛みを取る方法があるんであればそれをその話を聞い専門家に聞いて受け入れてほしいというふうに思います ですから今日皆さんに知ってほしいことの一つ目がんの痛みを我慢しないことですねまあ多少の我慢は構わないとていますよですね多少はですよでもぐっと我慢するようなことはもうやめましょうで、えー、次医療用麻薬に対する誤解を解くことというのがあるんですけれどもそのためには痛みの治療法というのが何があるかというのはちょっと知っておかなきゃいけないですねじゃ癌がんの痛み痛み止めを使います当然がん治療に 使ういろんな薬剤があるんですねアセトアミノフェンツ、まあ、N セイズと言いますけれどもロキソニン S とか聞いたことありますねあのボルタレンとか市販されているそういった類のお薬ですでそれ以外にトラマドールとかあの鎮痛保持薬で神経痛に効くようなお薬ですね、えー、武田鉄矢さんが言ってますねじんじんする痛みじりじりする痛みを経験したことはありませんかあなたは神経障害性疼痛かもしれませんと。 言ってますねそうするとみんなあのコマーシャルを見て病院に行くわけですよねそしたら出されるのが神経障害性疼痛の治療薬ということでそれを売ってる会社が宣伝をするということですねつまりこういう鎮痛保持薬を使ってあとはこのオピオイドって聞いたことありますあもう皆さんやっぱり聞いたことあるんですかねオピオイドというのは僕ら医学医療者が言ういわゆる皆さんが思う医療用麻薬のことになります。これだけいいろんな種類が出てきてきますね 注射薬ももちろんありますこれらをどういうふうに使い分けるかまあ、ちょっと下の方に僕の特殊な治療法が入ってますけれども癌の痛みがあったときに今のようなお薬をいろいろ使っていきますお薬には飲み薬、針薬、座薬いろんなものもありますねまたは注射薬がありますでこれは皮膚の下に注射したり静脈内投与、点滴ですね入れたり、あとは ああ、ちょっと特殊な脊髄の近くに入れたりする場合もあります。これらはがんの痛みがあるから鎮痛薬を投与する。これは別に専門家じゃなくても思いつくことです。ただ、医者医療者というのは絶えず、癌の痛みを。 その他の他方法でで治すすこことととはできないかといかうことを考えていますもちろんがんそのものを治療できないかということも考えていますし痛みを起こしているのががんが大きくなっていることもしくはどっかに浸潤していることであれば大きくなるのを止めてあげる。 真順するのを止めてあげるそういう病態を治療するような方法も考えるわけですね痛いから鎮痛薬を使いましょうというだけではなくて並行してその病態の治療というのも考えていきます病態の治療がんそのものの治療ができなかったとしてもただお薬を行くというだけではなくて場合によってはですねこの痛みをずっと伝えている神経これをブロックしてしまいましょうと神経破壊という怖い言葉がありますけれども伝達する神経を ブロックしてしまうとまあ皆さん歯医者さんに行った後のほっぺたがこうしびれてる感じありますねああいう感じになりますでも痛みは伝達しないから痛くないですよね、まあ、そういうふうな治療をすることも考えてみましょう、まあ、こういういろんな治療法いろんなお薬を組み合わせてがんの痛みをたたいていきましょうというのががん疼痛治療の基本になります。 で、えー、まあ、この中でも医療用麻薬というのはどうしても使わなきゃいけないお薬になってきます。で、麻薬というとですね、皆さんすごく怖がります。日本は特にがんの痛みに使う鎮痛薬が麻薬だから、皆さん怖がるんですね。海外ではがんの痛みだろうが、普通の腰痛だろうが、痛みに対して使うお薬が麻薬なんです。ただ、日本は、えー、いろんな背景からがんにしか使えないという背景があったから。 ついつい麻薬イコールがんイコール私はもうだめなんだというふうに思ってしまうんですねでも決してそうではないんです痛みを取るための鎮痛薬ですね皆さんただ日本では主治医から医療用麻薬を使いましょうと言われたら皆さんどう思いますかおそらくこう思うと思うんですね麻薬ってモルヒネ私はそんな薬を使わなくてはならないんですかとつまり皆さんは麻薬という言葉非常に恐怖を感じます 麻薬と聞くと開始を躊躇しますし副作用を恐れて痛くても増やしたがらないですね、まあ、そういったことをですねよく臨床の現場でも目にしますなぜかというと今皆さんが持っている麻薬の印象非常に悪いんですよ皆さんが麻薬というと大体いいこういうイメージを、まあ、この曲のイメージもありますけれども 麻薬イコール中毒ですねそしてどんどん量が増えてやめられなくなる脳が溶けるとかですね人格が変わってしまうとかそれともちろん当たり前のことですけども小学校の時から皆さん教育を受けてます絶対に麻薬には手を出すなとこういう悪い印象しかないから当然鎮痛薬ですよって言われても麻薬でしょというふうになってしまうんですね。 もう一つ麻薬の悪いイメージはこれですねこれは戦争映画でよく出てくるシーンなんですけれどもプライベート・ライアンという映画です不幸にも打たれた衛生兵がいますそこでトム・ハンクス演じるタイがです、ね、血が止まらないどうしたらいいんだというとこの衛生兵が言います私ならもっとモルヒネを打ちますここで字幕スーパーが出るから皆さんモルヒネという言葉を覚えちゃうんです。 でもモルヒネという言葉はこういうとこで出てくるんだというイメージで覚えちゃうんですねでそうするとこのタイは分かったモルヒネを追加してやれと隣の軍曹に言いますそして軍曹は次から次へとも,ものところにですね打っていってそうするとこの不幸な打たれた兵隊はまあ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 って言いながら息を引き取るこれはあの肝臓の大量出血による死亡です麻薬によって 亡くなったわけではないでですねでもそれを見た、ま、一般の方々はこれ麻薬モルヒネを使って絶命したんじゃないかと思ってしまうんですね決してそういうことではないということを知っておかなきゃいけないと思いますで、えー、我々がオピオイドといういわゆる医療用麻薬を選ぶ理由は痛みに応じて量を増やすことができ増やしたり減らしたりすることができるからなんですね皆さんいろんな痛みありますね、えー、ちょっとと手をぶつけたという痛みもあれば もう腕が折れたという痛みこれは同じ痛みでも程度は違いますねどっちにもロキソニンを飲めばぜ痛み全部取れますかというとそうではないですところがあ麻薬というのはその人の痛みの程度に応じて量を増やしたり減らしたりすることができるというところになります例えば一般的な鎮痛薬皆さんが市販されて買えるような鎮痛薬を2錠1日2錠までしてくださいねというのを飲みましたでもそれでも痛かった場合4錠飲んでも 実はあんままりり変わらなかったりしますちょっとやっぱりよく取れてたりすることあるかもしれないですけれどもじゃあどんどん6錠8錠って増やしていったら痛みが取れるかというと取れません3錠飲んだとしても4錠飲んだとしてももうその痛みは変わらないんですでところが医療用麻薬というものは例えばある 麻薬を30ミリ飲んでいるとします。ですね。それでも痛かったら60ミリに増やします。それでも痛かったら90ミリっていうふうに増やしていくんですね。痛みが軽減するまで少しずつ増やしていったりすることができる。まあこれが特徴です。で、ただあの副作用として吐き気、便秘、眠気というのが出てきますので、まあ、そこら辺の説明と副作用対策、便秘なお薬、吐き気を止めるようなお薬、これを一緒に飲まなくてはいけません。 つまりこの医療用麻薬を我々が使っているのはその患者さんの痛みが市販薬で取る調節するのは難しいじゃあ調節ができる鎮痛薬をでしっかり痛みを取りましょうということで選んでるんですじゃあ麻薬の副作用皆さん勉強してます麻薬の副作用今言いましたね吐き気便秘眠気って言いましたねじゃあ他の鎮痛薬の副作用っていうのを見てもらいたいんですね例えばモルヒネ に似たような麻薬性の製剤は吐き気と便秘というのが副作用としてあります一般的な鎮痛薬では消化管出血ですね胃潰瘍とかそれとか腎機能障害腎臓悪くしたりするという副作用がありますところがですね、麻薬製剤というのは飲んですぐ便秘になったり吐き気出たりするんですすぐそういう症状が出てくるんですねだからすごい皆さんは怖いお薬だと思ってしまうんですところが一般的な鎮痛薬というのは 飲んでもすぐは出てこないです消化管出血も別にすぐ海洋ができてもういきなり血を吐くわけじゃないんですねえー、人機能障害も急におしっこが出なくなって人不正になっちゃう透析をしなきゃいけないというわけではないんですだから漫然と飲み続けてある日突然副作用として起こってくるよーくこの副作用を見比べてもらいたいんですけれどもその瞬間的なものではなくてよーく見るとどっちが怖い副作用に思えますか 実は麻薬の副作用というのは確かに症状としては出てくるけれども臓器を障害するというようなんですね副作用はないので逆に長い期間使うんであればしっかりとした量を調節しながらですね長い期間使うんであれば逆に医療用麻薬の方が体にとっては安全というふうに僕らは考えて使ってますまあちょっと字がいっぱいでめんどあの見づらいかもしれないんですけれどもこの医療用麻薬というのは 痛みにに対してて使っいいる限りはは、ね、中毒なならないんです痛みがないのに遊びで使っておるのっていう場合にはそうやって量が増えていったりしますけどそうじゃない場合には中毒にはなりません。でやめられなくなると思ってますけど痛みがなくなればやめることはできます。 大量行ってる人が突然やめると禁断症状みたいなのは出ることはありますけれどもそれはあの水戸肛門とかで「薬をくれ!」って叫んだりするようなそういう禁断症状ではなくて症状が出るだけですねちょっとこう手が震えるとか冷や汗が出るとかそう,うそういうことだけになります。で副作用として眠気吐き気便,便秘などがありますけれども臓器障害肝臓が悪くなる腎臓が悪くなるということはありません。 で量が増えていって最後は廃人になるという言葉を聞くことがありますけれども痛みの程度に応じて増量はしていきますけれども廃人になるということはありませんただこれあの時々医者が使ったりするので厄介なんですけどねそんなもの使ったら廃人になっちゃうよって言ったりする人がいるから困るんですけれども基本的にはえこういう量が増えても廃人になるということはないというふうに覚えておいてくださいそれとすごく気持ちよくなるつまり多幸感ですね そういったものをもたらすお薬ですかって言ったらそうではないです。今がんの痛みで、えー、こう医療用麻薬を使っている人がみんな多幸感で幸せになっているかって言ったらそんなことはないですね。決してそんなにこう気持ちよくなるというようなお薬ではないということも知っておいてほしいですね。で仮にそういうのがあったとしてもほとんどがですね痛すごい痛みが強いところに痛みがなくなるとうわすごい楽になったっていう。 その多幸感とか気持ちよさっていうのはあります、えーまあ、お腹が痛いっていってこうトイレに駆け込んでそれまでの痛みがトイレでバッと出た後にすごい気持ちよくなる楽になるっていうのとほぼ同じような感覚と思っていただければいいですね。さてこういったことで誤解をなるべく解いてほしい鎮痛薬として考えてほしいんですけれどもこのオピオイド鎮痛薬いろんな種類がありますですね。 まあ、一つ一つを説明するのはできませんのでこれは自分の先生とかに聞いてください、えー、ご自身のですねですからポイント皆さんのポイントとしては麻薬の使用と言われたらもうただ恐れるのではなくてよく話を聞いてくださいですねで副作用を恐れすぎずにしっかりと痛みが取れる量を使ってほしいと思いますここですね医療用麻薬に対する誤解をぜひ解いていただければとそれでもなかなか解けないと思うから 薬剤師の先生方とか主治医の先生看護師さんもよく知ってますので聞いてあげてもらいたいと思います次に緩和ケアというのがあります緩和ケアなんかイメージ悪いんですよね日本では緩和ケアイコールもう末期の治療だというふうにイメージを持たれていますがんになったら緩和ケアというスローガンを国は掲げています ここの言葉を受け入れることでででききすなななかなかできないですね。日常をよく耳にする患者さんの会話の中で、えー、これはですね残念ながらがんの治療はもうできないのであとは緩和ケアでいきましょうと医師が言ってしまうもんだからそう緩和ケアというのはそういうもんだとちょっと思,い思われてしまうんですけれどもこれ皆さんこういうふうに言われたら終末治療と当然思ってしまいますね。 ただそうじゃないんです。緩和ケアっていうのは言葉が悪いと言ってもいいんですけれども緩和ケアの定義というのは患者とその家族に対して疾患の早期より痛み身体的問題心理社会的問題スピリチュアルな問題に対処していくというのが緩和ケアなんですね。ですからいろんな患者さんは患者さんであってがんではないんです。がんの患者さんは患者さんであってがんそのものっていうわけではないですからいろんな 痛みも持っていたりです、ね、精神的にも参っていたり社会的なサポートがいったりです、ね、いろんな専門家がそこに入っていかなきゃいけないだから緩和ケアを早い時期から入れておきましょうというのが国の言っていることなんです,です、ね、早い時期からもうあの末期治療にしましょうという意味では全くないということも理解してください。こののになったら緩和ケアというのは がんになったら苦痛を予防したりやらげることで QOL 人生の質というのを改善しながらがんの治療をしていくということです。ただがの治療ができなくなくったととにに確かに緩和ケアということがありますでも緩和ケアっていうのは特別な専門家がやるんではなくて主治医によって行われている緩和ケアがあってそしてがん、えー、治療をやりながらも緩和ケアの専門家も含めて一緒になってやっていくです、ね、時期があってそして 治療ができなくなったとしてもその今の状態を維持するために緩和ケアの専門家いろんな専門家医者だけじゃないですいろんな専門家の人たちに入ってもらう、まあ、これがこの黄色いところが緩和ケアなんですね決してこっからこっちが緩和ケアというわけではないということを知っておいてください、まあ、最初からですね実は主治医の先生が提供してくれてるんです緩和ケアっていう言葉が悪いんですよね本当は支持療法っていう言葉とかに変えた方がいいのかもしれませんで えー、眼ん有明病院の癌頭疼痛治療科では一般的な緩和ケア以外に、まあ、こういうい神経ブロックというものを行いますこれはちょっと難しいので詳しくは言いませんけどもいっぱいあるということを知っておいてください神経をブロックしたり脊髄にカテーテルを入れたりする方法がこんなにいっぱいあるんだというふうに見ていただければと思います、まあ、例えば脊髄の中にですね直接カテーテルを入れてそこから モルヒネ等を投与すするという方法ですね、まあ、今こうやって投与してるんですけどもそしてそれを皮膚の下にポートとして埋め込んでしまう、まあ、これはちょっと分かりにくいですけどポートとして埋め込んでしまって体の外に出てないようにしてあげる方法とかまあこれは一例ですけどもそういう痛みの治療というものを行いますちょっと皆さんが持つ緩和ケアというイメージと違うかもしれませんけれども徹底的に痛みを取ってあげるその方法を もちろん無理やりすることはないですけれども患者さんや家族主治医とよく話し合って、えー、実施するということにしてます。で我々のがん疼痛治療科痛みを取ってくれと主治医の先生や他の患者さんや家族に言われた時に何もできないこともあります。確かにですねでもそうするとやはり患者さんは今ある治療方法で何とか痛みをに対処していかなきゃいけない。 ところが、針を刺すとかカテーテルを入れるということはリスクが、僕ら側にも当然、外します、リスクを負ってやらなきゃいけなくなる、まあ、ところが、そこに痛みが軽減できる可能性があって、そして本人も主治医も家族もみんながそれを望むんであれば、そこに向かっていく、逃げずに向かっていくというのが、本来の緩和ケアなんじゃないかなと 思っっってておりります症状ををしっかり痛みを取ってあげるということですねこれは偉そうなこと言ってるんじゃなくて外科の先生や内科の先生もリスクを負っているけどそこにベネフィットがあるからそれを実施しているお腹を切るとか胸を開けるとかですね普通では考えられないリスクを皆さんもがやっているそれと同じように緩和医療というのもやっていかなきゃいけないかなと思っております。最初の方に出てきまましたね痛みをうまく取り除い こういう痛みが取り除けなかったらこういうことが起こるんですけれどもうまく取り除けると食べれなかった人の食欲が戻ったり眠れるようになってそうすると動けるようになる。ともう家族に会ったしたのがなんか優しい言葉とか思い出とかも話すこともできるようになる。 つまりいろんな一人一人の患者さんでいろんな希望がありますまだやりたいこといろいろあると思いますがんの治療を継続したい有意義な時間を過ごしたい仕事を続けたいいろんな希望があると思うんですけれどもそれを痛みが不可能にしているんであれば我々の科は何とかその痛みを取る方法というのを考えていくというのが我々の科です明治ってやっぱすごく大事で実は今だちょっと先生に痛みは取ってもらったことはないんですけれどもこう。 守られているような感じだとか多分先生が痛みの治療について熱心にいまだに研究したり探究されているっていうことがあの映像に表れているのかなと思ってとても嬉しくなりました。もちろんがんは治したいし痛みもすっ,かりすっきりとれればいいんですけれどもあくなき探究がないとあの痛みがまだ取りきれない部分も残っているかと思うので。えー 熱心なご研究にとても感動いたしましたでは、えっと、質問に入っていきたいと思いますけれどもちょっと待ってくださいね、えっと、まず早速じゃあ1番目のご質問いきたいと思います、えっと、自家性染防細胞がんで、えー、出現する具体的な痛みを教えてくださいピンポイントですいませんということなんですが耳鼻科系の多分頭頸、えっと、部の痛みは 先生方もご苦労されるけれども多分神経ブロックの結構活躍のある部位かなと思いますそうです、ねあ,のまあ自家製細胞細胞がん、まあ、いろんなステージもあるんですけれどもやはりあの手術いら、ね、治療に伴って放射線当てたりですね、えー お薬を飲んないろした時に炎症を起こしたりして腫れ上がったりすることがあるそういった痛みが完結的に出たりすするることとががあるのかなという気がしますでただ結構進んでですね例えば自戒していくとかここが激しい痛みになってしまったときには我々なんかでは実は首のところにカテーテルを入れてですね頸部の硬膜がカテーテルというんですけれどもそこから直接痛み止めを入れていく。 でそれで痛みを取って放射線治療ができるようにしてあげるとか、まあ、そういったことをやることがありますねあの。ちょっとビデオにも出てたんですけれどもまさにあのこう OK マークを出していた患者さん1人ですねいらっしゃったんですけどこの方は首の周り耳の裏ですねそういっところが非常に激しい痛みに苛まれてた方に大量の医療用マイクを言ってたんですけどそれでもなかなか取れない。でそういった方に カテ,ーテルを入れて治療をしたとということになりますちょっと具体的にどこに痛みが出るかというのはまた転移したり浸潤したりする箇所によって違ってくるので言えないですけれどもやはり頭計部に集中して痛みが出るんじゃないかなと思いますね。 がんの抗がん剤治療なんかだとは全身治療と手術をする局所療法放射線の局所療法っていう見方をしていくんですけれども痛みの場合はどうしても全身治療になる薬物療法が先行してしまっているんですがでもこの中でブロックっていうのがいわゆる局所に対する痛みの治療になってくるかと思うんですがそその辺のの辺使いいい分けみたいなのを先生お願いしますすうですねあの皆さんは麻薬といえばもう痛みを取る。 王様でこれで取れない痛みはないんだと思っているんですね実は医療者でも思っている人も随分います決してそんなことはないんですあの痛みがどうしてもそれでも取れない方に神経ブロック等を行うということもありますですから麻薬の量がこれぐらいになったら神経ブロックになりますよとかいうことではなくて痛みの取れ方が全く違うということを知っておいてもらいたいですねただ例えば麻薬を飲むという行為 飲むだけという行為と針をですね。深いところまで刺して神経破壊薬を注入するという行為。どっちがリスクが高いかといえば、患者さんのストレスも高いかといえば、当然針を刺したりするストレスが高いわけです。だから、もし飲み薬でうまくいっているんだったら、それに越したことはないということで、えー、まあ、医療用麻薬とかを飲みながら様子を見て、それから神経。もしそれでも取れなかったら、神経ブロックとか。先ほどの脊髄鎮痛法など。 考えてみましょうねっていう話になるんですね。決してその先にあるというわけではないということになりますね。じゃあ場所によるとかやっぱ部位によったり、その時の全身状態によって選ぶ治療法も変わってくる。そうですね。その体にストレスを与えますので適応という問題が出てきます。えー、ブロックしたら痛みは取れる間違いない。でも針を刺せる状況にないこともあるんですね。例えばすぐ ななかなか血が止まりにくいとか,、えー、かすごい感染から体にばい菌がいっぱい入ってしまって感染症になってしまっているとかそういった事情でそういう主義ができない場合というのもありますもちろん言われたように場所ですね場所によってはブロックできない場所というのもありますからそこら辺は専門家が考えてこの人にとって一番いい方法というのが分かるんですね。ブロックすすると新が破壊しますから 例えばじゃあ足が痛いから足の神経をブロックしましょうって言ってブロックしちゃったら足動かなくなってしまいますからね。だから必ずしも痛いから全部ブロックすればいいというわけでもない。そこはもう細かくなりますので、その時は専門家にちゃんと聞いていただければと思います。ありがとうございます。あのブロックってやっぱり痛みの伴う治療というイメージがどうしても出てきてしまうんですけれども、やはりその治療を薬物療法は飲んで。 えっとじゃ薬の効果が切れたらまあいいかな、まあ、気に入った効果じゃなくても。 1> まあ1日、2日我慢すればえっと飲まなかった時の状態に戻れるんですが、神経ブロックの場合には長いものだと数ヶ月その効果が残ってしまうとかっていうことになるので、その選択する時の想像っていうのが結構難しいかなというふうに思ってるんですけれども、その治療効果についての説明につて、どんなふうにしていかれるんでしょうか？そうですね。あのおっしゃるように合併症というのが起きます。例えば、お尻肛門の痛みがあるということで、サドルブロックという。まあ フェノールサドルブロックという方法があるんですけど、肛門の周りがあのさっき言った歯医者さんの後のほっぺたみたいな感じですね。になってしまって痛みが感じなくなる。ところが。何か不快なわけですよ。痛みを感じ、痛みは感じないんだけれども、その歯医者さんの後のほっぺたみたいな感覚がないのがすごい不快になる。 痛かった時はもう何でもいいからこうやってほしかったでも痛みが取れてみるといやこんなふうになるとは思ってなかったということになってしまうのでやはりこのあと起こる合併症例えばおしっこが出にくくなったりすることもありますよということはやっぱりしっかり説明していかなきゃいけないですねで説明した上で患者さんが「それでも」って言った場合には、えー、もちろん実施しますしいやそれだったらもう私は我慢するといったら。 我慢するなというのではなくてそれはもう患者さんにある程度選択肢がありますので、えー、患者さんに詳しい説明をした後で選んでもらうということになります。どっちにしますかという選び、えー、持っていき方ではなくてこういうことが一番適してると思うけどこういう合併症がありますよという言い方を多くはしますね。あのよく僕が聞くんですけどこの治療法とこの治療とこの治療法こういうリスクがありますけどどれにしますかっていうのはやはり患者さん側としては。 えって思いますよね僕はだから今あなたにとって一番いいのはこれだと思うけどこういう合併症があるけれどもやりますかやりませんかという形の特に痛みの治療に関してはそういうやり方をしていますね。でないとあのずっと痛み,痛みを抱えたままですね時間を過ごしていくというのはやっぱりノットアクセプタブルって何て言うのかな、まあ、受け入れ僕らにとっては受け入れ難いことになります。 でもその時に私は看護師なのでとても協力が重要だなと思っているのは痛みが取れたとコントロールできた後と何がしたいのかっていうのが見えていないと痛みだけ取ってしまっても時間がぽっかり空いてしまったり結局その患者さんがその局所の痛かった部位に対する意識が紛れないまんまブロックした後の時間を過ごされると。 結構先生方を手こずらしてるんじゃないかなと思うところがあって結構その後に旅行をするとか座れなかった人が座ってご飯が食べれるようになったとかそのできる行為を目標にして先生方が治療していただけると結構うまくあの生活に適応していただけるのかなと思ったりしていますまこれがまさにチーム医療ということなのかなと思うんですねそういったところを看護師さんや臨床心理士ケアギバーケアする人たちがサポートをしながら僕らが まあ痛みを取る方法を駆使していく。一番不幸なのはね看護師さんとか皆さんがこうした方がいいこうこう座らせてあげたいどこどこ旅行に行かせてあげたいでもブロックできる人がいないとかね。まあそっちの方がまあ逆に言不幸なのかなと思いますね。でもその先生ブロックできる人っていうのはどれぐらいの頻度で私たち出会うことができるんでしょうか。まれ、えー、ですね。まれっていうのはその必ずしも すべての病院にそういう神経ブロックができる人がいるというわけではないと思いますただ今はですねあの交通網昔みたいにですねあ夜がけしていかなきゃいけないとかじゃなくて交通網も,も発達してますから地域には必ず誰かそういう治療ができる人というのが大学病院とかいろんなところにいらっしゃると思うのでそういうところで聞いてみたらいいとは思いますね。まあ、都内東京都はもう 皆さん東京に住まれている方は分かると思うんですけど異常なぐらい病院がいっぱいありますから探そうと思えばそこい治療している人は探せますただ自分が行った病院に必ずそういう先生がいるかというとそこは稀にななってくると思うんでですすすねど探探せばいいいいかペインククリニックを探すのがいいんでしょうか、まあ、あのここら辺看護師さんとか一番情報を持っているかもしれないので緩和,ケア緩和医療という領域の人たちとお話しすることがあったとしたら。 そこにこういうブロックがあるって聞いたんだけどどこに頼めばいいですかというのを問い合わせてみるのが一番早いかもしれないですね。ぜひまた痛みの取る方法としては緩和ケア医って言われる方でもブロックできる方できない方その訓練を受けてる受けてないということなんですがその訓練を受けてる方をご紹介していただけることなんていうのもだんだんネットワークとしては今つながってきているのかなというふうに思います。 あの時間が迫っていますがご質問一つですけれどもどう皆さんん大丈夫でしょうか。か。に出ませんか薬物療法のこととりあえず痛みは我慢しないっていう,こう洗脳は皆さんに聞いたかなと思っているんですけれどもこのことを皆さんだけよりはきっとご家族ご友人も同じように痛みに対するイメージは 持っておられるののでではないかと思うので是非痛みというのは緩和ができるんだ痛いって言っていいんだ、まあ、もちろん痛いって言っていただいた時に受け止める医療者側の訓練もあの並行して進めていかないといけないとは思うんですけれども発していいんだというイメージをぜひお家に帰られたらお一人二人ぐらいにいただいていただくともっと今日羽鳥先生の話を聞いた方々だけではなくて <laughs> 多くの方にそのチャンスをお分けすることができるのかなと思っています。 よろししいでしょうかなんとなく皆さん安心したお顔をされているので安心してクロージングに向かいたいと思います先生、最後に何か一言ございますかそうですねあの,今日の話の中にありましたけど麻薬,への麻薬に対する誤解ですねそれと緩和ケアという言葉に対する誤解これをぜひ取り除いて今言われたように周りの人たちにもです、ね、教えてあげていただければというふうに思います、はい、じゃどうも先生ありがとううございましたどうもありがとうございました。